ど、ものすごく甘いわけじゃないから、いくらでも食べられそうだよ。カロリーはそんなに変わらないと思うから、やっぱり限度は考えた方がいいかな。ニロキーオンパレス完成したよ。これはパレスニロキールをかたどって作ったロールケーキなの。もちろんこの上に乗ってるニロキーも食べられるよ。これは砂糖菓子で作ってあるから甘くて美味しいと思うの。ただニロキーが可愛すぎて私は食べられないけど。そう、それが問題なの。ニロキーが可愛くできすぎてて、かわいそうで食べられないって人が結構いるみたいなの。デート中にこれを注文したら、彼氏が頭からニロキーを食べたのが原因で別れ話になった例もあるみたいだし、かわいすぎるのも結構問題あるみたいだね。なんだか体の温まるものをお腹いっぱい食べたい気分かも。お味噌汁とかラーメンなんかもいいよね。他にはどんな食べ物があるかな。50倍っていくらなんでもそれは辛すぎのような。でもカレーだから美味しいことには違いないし、意外と食べれちゃうかもしれないね。パンケーキにはやっぱりシロップをかけた方が美味しいかな。あ、でもジャムもいいよね。悩んじゃうよ。お風呂のドアって自動ドアになってるよね。なんでそんなところを自動ドアにしたのかな。そういえばあなたと会ってからもう随分経ったよね。私たちの関係、最初に会った時よりもだいぶ縮まってるといいな。最近乾燥してるのかな。唇の端がピリピリする時があるの。切れちゃう前に何とかしないと。あれ痛いもんね。しか見えないかな。これはね、材料にフロスト鋼を使ったうちわなの。フロスト鋼は知ってるよね。冷たい冷気を発してる金属だよ。だから仰いだ時にすごく冷たい風が送られてくるの。問題としては金属を使ってるからちょっと重たくて、長い時間仰ぐと手首が疲れちゃうってところかな。でもフロスト鋼を使ってるから持ってるだけでも涼しい気持ちでいられると思うよ。あなたのお部屋ってエアコンはある？もしないならこれをプレゼントしてあげたいな。暑い日には仰いでよし、置いてよしの便利アイテム間違いなしだよ。おはよう。
なんか眠くなっちゃってお昼寝しちゃったけど、もう大丈夫、すぐ起きるよ。ずっと前にあなたが端末に映った時のことを話したの覚えてる？私ね、実はその時のことちょっと忘れちゃってるかも。多分びっくりしたんじゃないかなっていうのはわかるよ。でもあれから楽しい思い出がたくさんできて、そのことに夢中になってるうちに思い出せなくなっちゃったみたい。でも不思議だよね。結構時間は経ったけど、大昔ってほど昔のことじゃないのに、なんでかすごく懐かしい気持ちになるの。これって私だけかな？お話しするのって楽しいね。そうかな、私なんかまだまだだと思うけど、でもそう言ってくれるのは嬉しいな。そうだ、一つ聞いてみたいんだけど、あなたは私にどんな料理を作ってほしい？少しはできるようになってきたし、せっかくだからあなたの好みも聞いておきたいな。甘いお菓子だね。確かにお菓子作りって女の子らしいもんね。私ももう少し頑張ってみようかな。本当なら自分で食べるんじゃなくてあなたに食べてほしいんだけど、でも端末越しじゃ仕方ないよね。こうやって文章や絵を描いてると時々すごく集中できる時ってない？あの状態がずっと続いてたら、私でも名作ができそうな気がするよ。この前採取に行ってる時に雨に降られちゃったの。洗濯物干しっぱなしで出かけてたからすごく焦っちゃった。夢世界に行くの？もちろん。あなたが行きたいなら反対なんてしないよ。今日はどんなことを思い出せるのかな。我が娘レナルル、この私の力を奪おうとし見くびりこのざま。さあよく見よう、このサーバーは誰のものだ。答えろ、誰のものだ。教えてやろう、私のものだ。生涯をかけこの俺が作った、他の誰にも成し遂げられはせぬ。俺のもの、俺のもの、俺のもの。
ネロよ、我々の神にして奴隷、無力なる全能の存在よ。君のその超越的な力を我らのために使うのだ。ようやくここまで時を巻き戻せた。君にはこの場所がふさわしい。いや、もとよりここが君の存在のすべて。まったく、誰が自由を与えたのだ。私に断りもなく、危険極まりないことを。また私を拘束するの？この場所に戒められる以外の生き方は君にはないのだよ。それがこの世界の望みだからだ。約束してくれたのに。約束とは人間同士が行うものだ。君はその範疇には入っておらん。さあ、君にはまた無我の世界に戻ってもらうよ。いや、いや。聞き分けのないことだ。私は君を支配する存在だということがわからないのかね。誰がそのような約束などするものか。君はこの星のため常に全存在を捧げねばならん。これまでもこれからも。そうでないならただの世界の破壊者に過ぎんのだからな。5000年前、君は我々の祖先によってラシェーラに連れてこられた。しかしその後、君がここに留まったおかげで我々は未曽有の危機に直面したのだよ。君は5000年かけてこの星系を蝕んだのだ。創造と破壊は一つの巨大な力の二つの側面だ。君が蝕んだこの世界を君は助ける義務がある。確かに君の周りをうろちょろしていたガキどもは君を友達だとでも思っておるだろうな。だがうぬぼれるな。世界は君を道具としてしか扱わぬ。君は必要ない。君の力だけが必要なのだ。遥か5000年前からのこれが真実だ。ひどい、ひどい、ひどい、ひどい。全部貴様が撒いた種なのだ。貴様がサーバーでおとなしくしておれば、あとたった数年おとなしくしておれば私は安泰だった。世界はあるべき姿で救われた。なのに貴様が余計なことをしたせいで私は、そのつけば今全部返してもらう。処置班、解析班。さあ指し示せ。俯瞰視点によって我らの新天地を、その位置を、姿をここに。おお、これは美しい。暗黒に浮かぶ宝珠、揺るぎなき新たな大地。これがよし、この惑星の座標を記録しろ。同胞を集めよ。新たなラシェーラへと向かうのだ。ちょっとネロ、どうしたのよ。返事して。どうした？博士、停電。そんなことは分かっておる。ネロと話してたの。そしたら突然電源が全部落ちて繋がらないの。状況が分からんでは対処のしようがない。どうしたら。仕方ない。ライトで照らしながら様子を探りに出よう。慎重にな。分かったわ。ネロもようやくおとなしくなったわ。抵抗などせねば苦しまずに済んだものを。レナル、さあ行こう。お前には最後にやってもらいたいことがあるからね。新たな惑星までの三軸移動を成し遂げる。歌が歌われねばならん。歌姫の力となってもらいたい。できるね、我がマナ娘よ。
どい。レナルルさん、あんなボロボロになって。それだけじゃない、ネロにまであんなこと。確かに生きることは大切だと思うよ。死んじゃったら大切な人たちと一緒に幸せになることもできないから。でもそのために誰かを犠牲にするなんてきっと間違ってる。リーベルトさんたちは自分たちだけが生き残って平気なのかな。たくさんの人、たくさんのものを犠牲にして幸せになれるのかな。そうだよね、リーベルトさんたちはそう思ったから、自分たちだけで。けど私はそんな思いを認めたくない。認めちゃいけないの。だって私とカナンさんが目指した世界はそんな世界じゃないから。あの後どうなったのか私にはまだわからないけど、もし今の私に同じようなことが起きたら、その時は全力で止める。やろうとしてるのが誰かとかそういうのは関係ない。誰かを犠牲にした世界はどこか歪んで、いつかその人を不幸にしてしまうから。ありがとう、あなたのこといつも頼りにしてるよ。そのためにもあなたのことを少しでも早く自由に動けるようにしてあげないとね。何か取っかかりになるようなものでもあればいいんだけど。とりあえず今回思い出したものをメモしておくね。作ってほしいときはいつでも声をかけて。いつも付き合ってくれてありがとう。疲れたりしない？ほんと無理しないでね。でもまた一緒に夢世界に行こうね。こうやって文章や絵を描いてると時々すごく集中できる時ってない？あの状態がずっと続いてたら私でも名作ができそうな気がするよ。縁日に行くのはまた今度ね。今日はもうゆっくりと見ていられる時間がないから行っても楽しめなさそう。やっぱり縁日に行く以上は余裕を持って楽しめる時に行きたいな。あ、レシピブック？もしかしてカフェに行きたいの？うん、それじゃあ行こうか。楽しみだね。こうやってあなたとカフェに来れるのってすごく嬉しいの、本当に。それにしてもカフェっていつもいい香りがするよね。これって何の香りだろう、あなたはわかる？私そんなに匂いする？しないよね。一人だとよくわからないからなんだか不安になってきたよ。あ、でもいい香りなんだよね。それならいいか。コーヒーでも頼もうかな。すみません、コーヒー一つお願いします。そうそう、コーヒーといえば豆を焙煎するって言うでしょ。あの焙煎ってどういう意味なのかあなたは知ってる？あれはね、
お水とかを入れずに豆を直接加熱して水分を飛ばすってことなんだよ。そうすることで香ばしい風味がつくの。しかもね、コーヒー豆はどのくらい焙煎したかによって深入りとか浅入りって呼び方も変わるんだって。水分の含み方で呼び方が変わるなんて奥が深いよね。そういえば焙煎ってコーヒー豆に限ったことじゃないの。例えばほうじ茶、あれはほうじ茶、焙煎したお茶だからほうじ茶なの。他にも麦茶とかもお茶の葉を焙煎したものなんだって。え、なんで私がそんなにコーヒーについて詳しいのかって、実はあなたの後ろにある看板に全部書いてあるの。あ、ごめんね、騙すつもりはなかったんだよ。うん、他にもいろんなことが書いてあるよ。例えばコーヒーミルの説明とか粉砕度の数式とか。あ、コーヒーミルは豆をすりつぶす機械なんだって。それからこれは鹿の、あ、数千回のキスより素晴らしく、マスカットのワインよりもまろやか。コーヒーはやめられない。私の機嫌を取りたい人は、そう、コーヒーをプレゼントして。なんだかここまで来ると行き過ぎな気もするね。でもすごくコーヒーが好きな人が書いたっていうのは伝わってくるよ。もうすぐ私の頼んだコーヒーも来ると思うから、しっかり味わってみようかな。ただいま。今回のデートもすごく楽しかったね。頼んだコーヒーもすごく美味しかったし、言うことなしだよ。数千回のキスとどっちがいいか、いつか分かる日が来るかな。今日も本当にありがとう。またカフェに行こうね。コーヒーはやめられない。噂してるのかもって思い当たるのはネリコさんかあなたしかいないけど。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえねえ、ちょっとだけいいかな？呼び出しちゃってごめんね。でも言っておいた方がいいと思ったの。ちょっと材料の採取に行ってくるから、少し出かけてくるね。ネリコさんが来ても、その誘惑されちゃ嫌だよ。
ネリコさんじゃぞ。おお、ちゃんとおったようじゃな。今日はどうしてもお前さんと話をしたかったのじゃよ。いろいろと聞かせてもらうからの、覚悟しておくがいい。良い覚悟じゃ。まあそこまで踏み込んだことを聞くわけではないからの、気楽に答えてくれればよい。さて、まずはおめでとうと言っておこう。お前さん、東大森と交際を始めたらしいではないか。我は何でも知っておるのじゃよ。お前さんと東大森がしょっちゅう添い寝をしているのも知っておる。言っておくが、覗きをしているわけではないぞ。我くらいになれば、人を見ただけで大体のことは分かってしまうのじゃよ。また一つ我の才能を知り驚いておるようじゃの。おっと、だからといって惚れてはならんぞ。お前さんには東大森がいるのじゃからな。それはそうと、お前さんたちはこの後どうお互いと接していくつもりなのかの。もちろん恋人になったとはいえ、お前さんたちは端末越しでしかやり取りはできぬ。できることは今までとあまり変わらぬと思うが、交際を始めた以上はある程度の変化も必要じゃろう。そのあたり、お前さんはどう考えておるのかを聞きたかったのじゃ。ふむ、一見すれば何も考えていないも同然ではあるが、お前さんの意思で今のまま行こうと思っておるのじゃの。それを聞けて安心した。どんな形であれ、お前さんがちゃんと考えているかどうか気になっておったのじゃ。まあ我もなんだかんだでここまで関わってしまったからの、お前さんたちの仲をさらに深めるための協力もしてやろうとは思っておる。嬉しいじゃろう。感謝してくれても構わぬぞい。企みなどない。じゃが、今後のお前さんたちの動向に興味があるだけじゃよ。端末越しで、しかも東大森の方からはお前さんの姿を見ることはできない。会話といっても顔を突き合わせてするような流暢なものはできない。そんなできない尽くしの中にありながら交際するまでに至ったお前さんたちじゃ。果たしてどこまで関係が深まるやら。想像するだけでワクワクするの。そういうわけじゃからの、これからも東大森との仲をしっかりと深めていくのだぞ。時には喧嘩するのも良いかもしれんぞ。カップルに喧嘩はつきものじゃからな。そして仲直りの後にはさらに仲が深まるという寸法じゃ。と、随分と長居してしまった。そろそろ帰らなければ。ではまた来るぞい。
作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。気分がいいの。ペンを持つ手が止まらずに文章をスラスラと書けてるの。この調子ならいいものが出来上がりそうだよ。ものづくりの最中ってお話ししない方が集中できそうに思うけど、作業によってはそうじゃない時もあるんだよ。簡単な作業の時はお話ししながらの方が意外と楽しく進められるの。だから作業中でも遠慮せずに私に話しかけてね。毎日がお天気だったら楽でいいのにね。いってらっしゃい。あなたが帰ってくるの待ってるからね。